と間違ってましたけど、第 4.5 節ですね。行列式の意味を理解するためのコースということで、一応、これはちょっとお話として説明しておきますけれども、多重線形性と行列式についてちょっと紹介しておきます。で、これは最初に行列式の紹介をしたときに、行列式は符号付きの面積に等しいという話をしました。で、どういうことだったかというと、例えば2次の行列式ですと、こういう行列の行列式っていうのは、この列ベクトルですね、この2つの列ベクトル A と B がハル平方線形の符号付き面積を表しますよというような説明をしました。で、符号付き面積って何だったかっていうと、まずは大きさはこの平方線形の幾何学的な面積を表しますと。で、符号はこの A と B の位置関係にありまして、B が A より、我々で言う左側の部分にあるときですね。左側の部分にあるときは符号はプラス。逆に、B が A よりも右側っていうんですかね、の部分にあるときはマイナスというふうに定義をしておりました。あ、すみません。もう少し正確に言うと、反時計回りか時計回りかっていう順番ですね。で、実は、このときですね、この SAB っていうこの符号付き面積は次の性質を満たすことが知られています。一つは、多重線形性と呼ばれるもので、このいずれかのベクトルがですね、こう輪になっているときには、その分だけ面積が増えますよっていう性質が あります。例えば、もし A ですね、この A がですね、A プラス A ダッシュというふうになった場合には、その時の符号付き面積っていうのは、実はこういう平方線形の面積に等しくなると。とかですね、そういった性質が成り立っています。で、それから、Y 対称性という性質もあります。これは、先ほど、向きの部分で言ったように、位置関係が反時計回りか時計回りかで、符号が変わりますよと。で、特に、向きが等しい場合、すなわち A と B、ベクトル A と B が等しい場合というのは潰れてしまうので、面積はゼロですよということを言っています。で、最後に、単位性という性質があって、これは長さが1のベクトル同士で面積を求めると、基本ベクトルですね、基本ベクトル同士で面積を求めると、それは1に等しくなりますということが言えています。で、こういう性質を用いて符号のついた面積っていうのを計算しますと、ちょっと細かいところを省略しますけれども、実はいろいろ計算していくと、今の3つの性質を駆使して、これが実は行列式に等しくなるということが分かります。で、実はですね、この行列式というのは、今の見たような、そういう符号付きの面積を求める、写像だというのが、この行列式の本質的な部分だというのが、一応この説明です。細かいところはいいので、一応行列式が符号付き面積とこういう関連があるんだということだけちょっと押さえてもらえればいいです。それが一応教科書では定理の 4.6 というところに書かれています。V1 から Vn を N個数ベクトルの組として、F っていうのはこの V1 から Vn のある関数とすると。なんだかよくわかんないけど関数。これは、実数を返す関数とすればいいですかね。でこれが、もし F が先ほど述べた多重線形性と Y 対称性を満たすならば、この F で V1 から Vn を移したものが、この A の行列式っていうのは、この V1 から Vn を並べて作った行列ですね。この行列式に、基本ベクトル E1 から En をこの F で移したものに等しくなりますということを言っています。で特に F が単位性、すなわち長さが1であるならば、この V1 から Vn を繰り出したものは、A の行列式に等しくなるということで、ここで、一応行列式というのが、その符号付き面積と、同じことを言っているんだということを、紹介しておきます。あと、ベクトルの外積ですね。最後にベクトルの外積ちょっと出てきましたけれども、外積については、多分、数学リテラシーでも扱っていたので、細かいところは省略しますが、一応、外積については、この定理 4.7 っていうような、順番と符号ですね、それから分配法則とか、あるいはスカラ倍に関する、性質が成り立つということをちょっと押さえておいてください。あと、最後に N 個数ベクトルの直項ということで、一応この授業では、
平面ベクトルの直行について定義をしましたけれども、まあ、N 個の数ベクトルが直行するというのも、やはりこの内積が0になることを言うということで、押さえておいてください。ということで、第10回ですね、行列式の発展としまして、固有多項式、固有値固有ベクトル、クラメルの公式といったようなことを説明しました。で、この説、だいぶ分量は多いんですが、計算すべきものはいくつかに絞られております。すなわち、固有多項式が計算できること、それから固有値と固有ベクトルは計算できること、これが多分今学期のポイントとなります。この授業のポイントとなりますので、よく練習しておくと良いと思います。それから、クラメールの公式によって、連立次方程式のを解くというのも、大きなポイントになりますので、ぜひ復習しておいていただければと思います。というわけで、ここでですね、線形代数1の授業はここまでなんですが、一応まとめておきます。線形代数1では、まず N 項数ベクトルや行列から始まりまして、まず連立次方程式の解法について見てきました。で、ここでは行基本変形の繰り返しによって解いた簡略階段行列に変形することで、まあ、連立次方程式を解くという方法について学びました。それからと、列基本変形も繰り返して、階数標準形に変形することで、まあ、行列のランクの概念についても学びました。で、後半では、置換と行列式の定義を行いまして、まあ、行列式を使った計算としまして、まあ、固有多項式ですとか、あと固有値固有ベクトルについて学びました。で、大体これらの道具というのは、秋学期の線形代数2や線形代数3に向けた、まあ、道具の準備という性格が、濃いですと思います。で、この秋学期は次のようなことを行います。N 項数ベクトルの集合だったものがですね、N 次元の数ベクトル空間として扱われるようになります。で、ここでベクトル空間という言葉が初めて登場するんですけれども、まあ、そのベクトル空間の意味を、これから秋学期に勉強していくことになります。それから行列ですけれども、まあ、今回はこの春学期では行列の計算方法についてまあ練習を行ったんですが、これが秋学期は線形写像を表すものに使われます。でそして、数ベクトル空間からですね、さらに数以外のですね、いろいろなものを扱った一般のベクトル空間も扱うことになります。であとは内積と軽量ベクトル空間というのを扱いまして、あとは固有値と固有ベクトルを使って、まあ、行列の対角化といった計算を行います。この行列の対角化のような計算が、まあ理工学でいろいろな問題を解くのに役に立つということは、この線形代数の授業自体では語れるかどうかは分かりませんが、少なくとも皆さんの専門分野で、固有値、固有ベクトルが出てくると、まあ、その中身がよく分かってくるのではないかと思いますので、ぜひ学んでいっていただければというふうに思います。ということで、春学期 B モジュール、C ボリュール の短い期間でしたが、一応線形代数のですね、手始めの部分を、授業をさせていただきました。まあ、皆さんこれからそれぞれ勉強していくことになるかと思いますけれども、この線形代数1の内容を踏まえてですね、皆さんがこれから線形代数に理解を深めていかれること、それから皆さんが、まあ、それぞれの分野で、まあ、勉強もですけれども、それ以外のことでもいろいろ活躍されていかれることを願って、この授業を終わりにさせています。皆さんどうもお疲れ様でした。